ベイブレイ。どうもマスターブレーダー村木だ、ベイブレイ。さあ今日はね、特別な商品を紹介したいと思います。皆さん、今までバク転シュートベイブレードの復刻セット、バースト版ですね、セットで第1弾第2弾とございました。おかげさまで、ね、受注販売だったんですけども、大好評でね、皆様のおかげで、はい、販売させていただいておりました。今回はなんとその第3弾をご用意しましたので、ちょっとね、まだ開発中の段階なんですけども、皆様にお届けしたいなと思います。ということで今回はこちらです。はい、ということで皆様お待ちかね、 V2 のシリーズの4機種を今回復刻セットでお届けしようと思います。これはね、当時のね、ベイをね、持ってきました、あの WBBS スタッフのね、私物も入ってますので、ちょっと年季が入ってる感じなんですけど、これ本当のね、当時 V2 シリーズといってね、シフェージュ、ドライガー V2、ドランザー V2 とドラグーン V2、ドラシェル V2 と、やっぱこの4機種がね、揃ってるとね、圧巻ですよね。ということで今回この V2 シリーズ4機種をファースト版復刻で開発しちゃいました。それがこちらです。はい、ということでバク転シュートベイブレード復刻セット第3弾2023V2 セット、こちらタカラトミーモールにて受注販売がスタートしております。9月の15日からスタートして10月の12日24時まで受注受け付けておりますので、皆様よろしくお願いします。本当開発途中なので、いろいろまだ途中段階の部分あると思うんですけども、今回はこのような豪華なパッケージで開発を進めております。こんな感じでね、正面にバク転シュートベイブレードのね、ロゴが、これ最初金ピカになりますけども、ここにあしらわれておりまして、そして反対側にはベイブレード2023アニバーサリーということで、皆様にね、お手元にお届けできるのが2023年になりますので、そのね、2023年の記念商品として今回デザインしております。今回の真ん中から開く観音開きデザインになっております。早速オープンしちゃいますか。いきますよ、オープン。おお、めっちゃかっこいい。こう開いた状態でもね、飾っていただけるようにちょっと観音開きデザインにして、そしてこの左右のね、扉の内側にはなんと原作者の青木隆夫先生のね、このセットのために今回新しく描いてくださった書き下ろしイラストがね、入っております。そして真ん中にはこの四聖獣のイラストもかっこよく入ってますよね。このドラグーン、ドランザー、ドライガー、ドラシエルと入っておりますが、聖獣の真上にそれぞれ対応するベイがこのように並べられているということで、中身ね、見ていきたいと思います。はい、こちらがね、実際の開発中のサンプルを持ってきたんですけども、見てください、この再現度。ちょっと並べますか、これ当時のものとね、こう前後でそれぞれ並べてみますが、まだね、ちょっと色のね、調整してる部分とか あったりするんですけども、かなり現段階で再現度が高いものに仕上がってきておりまして、個人的にはめちゃくちゃワクワクしております。それでドラグーンとドランザーとドライガーに関しては、過去にね、ランダムブースターでも登場していたベイにはなるんですけども、例のごとくこのセットに関してはこのね、ステッカーに見えるこの部分が超高精細なね、プリントでこう、すでにこのカラーリングが出来上がった状態で皆様にお届けするという仕様になっております。一部はね、自分で貼るステッカーの部分もありますけども、ほとんどこの表から見える部分に関してはプリント済みの状態で、めちゃくちゃ豪華なね、厚いものになっております。そしてやっぱりビットチップは自分で貼ってほしいということで、そこは別シールになっております。あと今回はね、ランチャーも、ライトランチャー LR、 そしてランチャーグリップ、そしてドラゴンワインダーがなんと2セット入っております。こんな感じのカラーリングでね、これもね、当時ね、高尾たちが使ってたランチャーのカラーリングをかなり意識してデザインしたものになってますので、そこもちょっとね、こだわって見てほしいなと思います。さあ、ちょっとね、こだわりポイント一個一個紹介していきたいと思います。じゃあまずはドラグーンビクトリー2WHXP ダッシュを紹介していきます。はい、ドラグーン V2 でね、こんな感じで再現度高く仕上がっております。もうほぼまんまですよね。そしてね、ディスクは今回ホイールディスク、ランダムブースターで登場した時もホイールディスクだったんですけど、なんと今回ね、当時のこのマグネディスクを再現しようと思いまして、
ガンメタの塗装が施されております。あの実際ねマグネットは反応しないんですけども、見た目をね極力当時のものに近づけるということで、今回塗装版のホイールディスクが装着されております。そしてドライバーはなんと最新のドライバーのエクスプロージョンがダッシュになって、今回収録ということでエクスプロージョンダッシュを搭載しております。まあ、ダッシュなのでねバネが強くてこのロックも硬いのでバトルでもしっかり使えますし、この羽の部分これもねしっかりプリントでもすでに再現されております。このね軸先のラバーがブルーなので、当時のねこのブルーの感じも再現しております。パッと見もほぼ同じなんじゃないかなというぐらい、これめちゃくちゃいい再現のねパーツかなと思います。いやこれねぜひね手に取ってもらいたいなと思います。さあ続いてドランザーボール系の 2-0CRB ダッシュ、これもね見た目はもうこの再現度バチバチに高くて、まあ、ほぼほぼねあのどっちがどっちだか分かんないぐらいだと思うんですけども、で裏から見ても見えますか、これしっかりと当時のねステッカー類をこう、ね、再現しております。でゼロディスクにクロスフレームを装着することによって、まあ、当時のこのね隙間から見えるこのウエイトディスクの感じ、この見た目の感じも意識した構成になっておりますね。こちらもぜひね手に取って、もし当時のものを持っている方はね比べてみてほしいなと思います。続いてはドライガーバルカン 2ILWD ダッシュ、こちらもね結構最近のあのケルベースのランダムブースターに収録されていたドライガー V2 が、まあ、今回ねこのプリント仕様で登場ということになります。やっぱこの超大型アッパー馬のこの再現度ですよ。もうこのドライガーだけ特別にいいんですよ。この下側にですね取り外しのできるサポートパーツが付いてますので、これのね付け外しによって、まあ、当時のこのね下段馬のところをしっかりと再現していると。そして今回ね新たにこだわったポイントとしては、この当時の例はね横から見るとこのなんていうんですかね、アッパーバーがもう上から下までつながりすぎちゃって、ほぼほぼなんていうんですかウェイトディスクが見えない、グレー一色にね見えるような構造だったので、ちょっとそこもねなるべく雰囲気再現したいなと思いまして、このわずかに見えてしまうこのディスク、このディスクの部分も本体と同じカラーで塗装を施すことによって、このパッと見の印象をなるべく近づけたというねこだわりポイントでございます。ちなみにねディスクもアップデートしたイリーガルディスクを今回装着しておりますので、この塗装が施されたイリーガルディスクもねかなりね厚いパーツになっております。そしてお待ちかね、今回のセットのために新たに登場したドラシエル V2、 その名もドラシエルバイパー 2-10TPL ダッシュ、これに関してはね今撮影中でもどっちがどっちかちょっと分かんないくらいの正面から見た時のね再現度半端なく高いです。まあ、ドラシエルシリーズとしてはね異色のデザインだったんですけど、しっかりこのね3連続のね連打馬のカウンターですね、これを再現した形性能になっております。そしてディスクは10にフレームのターンをつけて 10T ディスクに仕上げておりまして、ドライバーはプラネットダッシュでございます。メタルボールが3つも入ったこのプラネットドライバーがなんとダッシュで今回登場ということで、ダッシュはね今回初めてなので、まあね、新パーツということでこちらのドライバー注目でございます。当時もねこの軸先がすごい丸っこい軸先に左右にメタルボールが入ってまして、この時はね手動でこうパチッと切り替えて内重心か外重心かっていうのをね変えられるような仕様だったんですけど、プラネットドライバーもね真ん中メタルボールなんですけども、まあこのねつるっと丸い軸になっていて、左右にメタルボールがさらに2個入っている。でこれはね自由に動くことによって遠心力で外側に行ったり、まあ、スピードが落ちてくると内側に戻ったりとかっていうことで、この外重心内重心を切り替えるという性能のね再現としてはぴったりのドライバーになっております。そしてこのターンフレームですよ。このターンフレームもものすごいこだわってまして、当時もこれね、下段馬にサポートパーツ、フィンテクターというのがついてました。で、この8枚刃ですね。左右4枚ずつの8枚刃で、まあ、下段攻撃というか、カウンターしたり受け流したりっていうのができるようになってたんですけども、まあ、今回もね、ターンフレームがちょうど8枚刃ですので、それがね、しっかり刃の枚数も再現できているというところと、フィンテクターも、この外してひっくり返して付け直すことができたんですね、当時。まあ、そうすることによってこれ刃の向きが変わるので、カウンターか受け流しかっていうのをこう切り替えられたんですけども、このターンフレームもまさにそうで、このフレーム自体外してひっくり返して付け直すことによって刃の向きが逆になるよってところまで性能を再現しております。
まあね、ステッカーも貼ったことによってもう見た目もね、で機能もしっかりと再現できたかなというところで、もうねレイヤーだけじゃなくディスクドライバーまでしっかりとこだわり抜いた仕上がりになっております。ということで、めちゃくちゃこだわり抜いたバック転シュートベイブレードの復刻セット第3弾 2023V2 セット、こちらは2022年9月の15日お昼の12時から受注がスタートしております。そしてね、まだ開発中の部分ちょくちょくありました。その辺はね、しっかりとアップデートして仕上げていきたいと思いますので、アップデートのね、情報は逐一、私マスターブレード村木のツイッターの方で写真だったりね、アップしていきたいと思いますので、本当にこれね、フォローしてチェックしてください。そして最後にね、ちょっとおまけ情報といいますかね、第1弾第2弾のセットをね、すでに買ったよっていうブレードの方のね、ために、耳寄り情報で、ね、お届けしたいと思います。今回ね、このような観音開きの素晴らしいデザインに仕上げておりますが、なんと第1弾と第2弾のベイも一緒に飾れるようにね、今回仕上げております。実はね、この四星獣のイラストのここのシートの部分が外せるようになってまして、外すと第1弾と第2弾のベイをここにねセットできるようになってるんです。その状態がこちら。なんとこんな感じで全てを一遍に飾れるディスプレイボックス仕様に今回は仕上げております。このね、台紙を外すだけでこのようにねはめることができるようになっております。なのでね、ぜひ第1弾第2弾をね両方持ってるよというブレーダーの方は、ぜひ今回の第3弾をご購入いただいて一緒に飾ってほしいなと思います。そのためにね、今回のこの両側のイラストには第1弾第2弾にしかいなかったねベイのキャラクターもですね、青木先生に描いていただいておりますので、この完成形もしね作れる方いたらぜひねやってみてほしいなと思います。まあおまけ要素なんですけども、これはね伝えたいと思って最後に伝えさせていただきました。ということで、バック転シュートベイブレード 2023V2 セット、こちらは宝富モールにて受注販売が開始しております。期間はね10月の12日まで受け付けておりますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。それではバイバイ。レイヤーを分解するとき、2箇所のロックパーツを解除しても硬くて外れにくい場合は、ディスクのストッパー部分を使って引っ張るようにして外そう。怪我の恐れがあるので指の爪は使わないようにしよう。ベイブレードをシュートするときはランチャーの紐を必要以上に引っ張らないようにしよう。ガツッと紐が突っ張るようなシュートをするとランチャーやベイに衝撃が加わり、正しくシュートできないことがあるから気をつけよう。ベイブレードを構えるときはドライバーの先端がスタジアムの天井よりも低い位置になるように構えよう。高い位置からシュートすると危険だぞ。またシュートのときはランチャーを持つ手の指がベイブレードに触らないように気をつけよう。指が触ったままシュートしてしまうと怪我をする可能性もあるぞ。